これはし、あ、靴、そうそう、違う、靴べらじゃない。これ、他の使うところがあるか、あるから持てるんですけど。Hello。 どうもマイキー。はい、一番面白いの漫画アーティストの動画紹介してください、はい、この小さい豚さんにあのお水をあげるための設定がね、細かいっす。ハリネズミ、めちゃくちゃあるあるでしょ。そのこの話ちゃんと落ち着きます。で、これは本当に漫画アーティストがなんでこういうものを持ってるんですか。全員が使ってるわけじゃないんですけど、インクが蓋を開けて使い始めるとやっぱ乾いちゃうので、水を足して水分補給みたいな。直接ここに入れるんですか。はい、まあ分量はその作家さんとか使う人によりますけど、これで水チューって取って。そうなんですか。へえー、普通に水道から別に。あ、まあそうですね。ミネラルウォーターとか使わない方がいいです。腐りやすいんで。あ、そうなんですか。東京の水道は大丈夫ですか。地域的な話です。その土地土地の水道状況まではちょっと把握できてないんで、あの硬水軟水の差でどうなるかは知らないですけど、あの要はそのミネラルウォーターだと自然すぎるんで腐りやすいという話です。ということで、こんなものも漫画アーティストがよく使っています。他に使うことは使えるか。何を引き出そうとしたでもあの黒のインクだけじゃなくて、あの白のホワイトっていう修正用の、そこにも入れる。入れます、水。あ、乾燥になっちゃうから。そう、同じ理由で。他に何か不思議な、これはし、あ、靴、そうそう、違う、靴べらじゃない。これ他の使うところがあるか。あるから持てるんですけど。トーンね、トーン貼ったやつ、こうやって押さえるやつ。あ、耳かきと同じ。耳かきこれをあの別の動画で紹介しているので、ぜひ見てください。で、これただもう少し、そう、これ広い範囲を抑える。これだと平等にならないんですか。詳しく話すと、これで抑えると広い範囲を抑えられるけど、例えば 80% の力でしか抑えられなくて、こっちだと狭い範囲だけど 100% の力で押せるので、これを使った後に、うん、はい、これまた使うんですか。あ、まあ使う時もあるし、別にこれだけで足りれば全然これで。あ、 80% だけで抑えて何か問題ありますか。なんでちょっと喧嘩売ってるかって僕が 100% の力で押しても、この範囲に力が広くかかるんで、あのトーン自体は 80% で抑えられる、うん、で大きく張ったところでも端っこのとんがってしまって剥がれやすいかなみたいな時はこれを使って押さえる。ああ、では、はい、不思議なもの、靴に履くときのハリネズミをお水をあげる時の道具紹介してくれました。ありがとうございます。いや、もう終わっていいんですかバーイ。え、バイ、バイ嘘でしょ。そういうペット、みんな漫画アーティストはみんなハリネズミ。いや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 、だってソニック可愛いでしょ。いや、だってソニック可愛いでしょ